そうですね、都会にいる人は今ほらいろいろテレビ見てるともういろんなことがあるでしょう。事件がねあるから、もうこの世の中どうなるのかなと思う時もありますけど、都会にいる人は都会なりの生活があるし、思いやりに欠けてるんじゃないかねと思うんですよ。こっちの人もみんな隣近所みんな家族と一緒ですからね、うちの村、この荻海村では。97かねなって風邪ひいて一日も眠ったこともない人、この日トゥトゥリだ。絶対に眠ったこと、風邪ひいたことがない。やっぱし一番楽しみな、お友達とこういうね、外国に来るのが楽しみなんですよね。やっぱし畑仕事してますよね。もう自分からもこう仕事取られたら、もう大変だから、やっぱしこの畑仕事、無理しない程度に、楽しみですね。はい。感情よく言ってるのはありがとうございます。で、我々のこの晩餐会のつけるというのは、確か、年いってからの最後の団体じゃないかというふうな感じがしますけど、しかし、まだまだ、他の団体に負けないような、朗らかな気持ちで、この団体を送っていくわけじゃないですか。ありがとうございます。大正7年3月5日、今日の生まれです。誕生日です。よく縁がありまして、よくいらしてくださいまして、ありがとうございます。名前は平須恵子。何歳で？78歳です。いや、98歳。98歳です。まだ若いと思っているから。仕事をいろいろ若い時はビル管理の仕事をやっていましたけど、73か3歳からはもう里に帰ってきて、ゆっくり老後を過ごしています。一番隅ではゲートボールでしたけど、もう年いったから、もうゲートボールはやめて、もう動けなくなりましたから。先輩がすごいよ。
先輩が強い。子供が6名、ひ孫が16名、ひ孫が28名、4月には29名になります。阿部君としては、まあ、いろんなものに積極的に参加するということ。私は老人クラブの女性委員副会長も役員してるんですけど、もう平成5年からずっと20何か年老人会に辞めようかなと思うけど、老人おぎみの老人クラブ私がいないとできないからっていうことで、いろんな会計もやってるんですよ。やっぱり今日みたいな、今日月に2回ある眼珠会、それを楽しみに参加させてもらっています。長生きのコツはね、やっぱり気の合った人たちとこういう風にして集まって話し合いして、いろいろよもやま話をやったりするのが長生きのコツと思います。散歩、みんなと集まっておしゃべりしたり、いろんなこういったのが、どのがいけないけど、そうですね、孫たちが、ひ孫たちが遊びに来たりして、またいろいろ踊らせたり、歌させたりしてね、前に。毎晩はじゃないけど、自分も一緒に歌って踊って遊ぶのが一番の楽しみです。大変良かったと思います。お組の生まれてね、これまで生活させてもらって、そしてね、私今いろいろボランティアしてるのは、村の職員として働かせてもらったので、今お返ししてるんですよ。楽しい、こういうふうな会合をして出てね、楽しくやるのが長生きする秘訣じゃないかな。朝起きたらですね、朝は家族の健康を祈願して、だ状態そうしてからですよ。それでまた朝は日に出て、月曜から金曜まで生徒を送ります。おはようございます、行ってらっしゃい。生徒送ってから、それからまたうちに入って畑仕事もするし、ゲートボールも夕方になったりやるし、踊りもやるし、もういろんな忙しい毎日です。いろんなことがありますので、そうよね、毎日、いや、ゲートボールもするし、踊りもあるし、ね、いろんなことがありますのでね、踊りの晩の時の歌さですよ。だから自由で40歳からも自由でやって、97歳までもずっとやっていますよ。健康の秘訣は体を動かすのが一番健康の秘訣でございます。毎朝体操しておりますのでね、打造体操2番までです。毎朝22歳から97歳になるまで毎朝体操していますので、それで足腰が丈夫だと思いますよ。
稲福義明、78歳。今長生きの秘訣とって私は今の子供たちとこの若い子供たちと児童といろいろスポーツやってるのでそれも一つ の長生きの秘訣だと思います。だからみんなね長生きの秘訣言うんだけどやっぱりこれは自分で健康を守って食事もそしてみんな集まってお友達コミュニケーションこれが一番いいんじゃないかねと思うの、うん、そうせぱりゅうがれらまんぶーどせりべるあもんりゅうそんぺるりゅうけるあららまんうぬめんりあブドラウマヨサンドゥドアマンディエオガンプルソルセリウドモンベルペリこれ旦那さん2人もう来年は亡くなるよ時の写真父ちゃんが25年目なんだあら20年20年目だよね私はもう一番ね少し先よ少し先、ね、平成7年の2月2日50、60はつわみなら70、80は花盛り十勝過ぎても鮮やかに百で咲かそうよ主の花五十六十はわらびなら七十八十はさらばんじ十勝過ぎたらかじまや百で祝うよ福の花これはね働いてよ働いて働かんともあれ一人で人が変わってるよ農業は一人うん、みかん作りみかん作りよ私は農業者おみかん作り、うん、私一人で
私の住んでる大宜味村は笑顔が一番。大丈夫、100歳まで、うん、